はい、アンザです。ということで今日の動画は26年ぶりによみがえって発売されたメガドライブ用新作ソフトマッドストーカーの起動確認動画でございます。はい、ということですね、1990年代にですね、パソコン X68000 とかでね発売されていて、メガドライブにも移植されて発売される予定だったけれどオクラに入ってしまったというね、メガドライブ用のマッドストーカーがですね大復活して、コロンバスサークルさんより今日発売となって、早速、購入しまして、まあ、予約していたんですね、購入して届いたので早速、我が家の、メガドライブ実機の方で動くかどうか、そしてまあ動かないとは思いますけど、いつも通りレトロフリークで動くかどうか、はい、確認の動画を撮りたいと思います。はい、ということで我が家のメガドライブもねだいぶへたれてきましたので、もう青でもないしここら辺も、はい、なんか経年落下が起きています。はい、果たしてこのマッドストーカーは確実に動くかどうか、はい、ということで早速メガドライブの方に挿してやってみたいと思います。動くかどうかの動画確認スタートでございます。はい、ということで無事動きました。こちらはメガドライブ実機の方でございます。メガドライブ1、はい、無事無事、それはねやっぱりメガドライブ実機の方でやっぱり動くでしょうね。はい、ということで今回はあのプレイ動画ではないので触りだけちょっとやりたいと思います。はい、全く僕でやったことがないので、これは本当にあの初プレイですね。ほっほっ、はい、わかりました。方向の上で、あ、説明書はねまだ見てます。方向の上でジャンプですね。 A がパンチ、キック、C がキック、A は何ですか、 A もパンチか、なんかちょっとさ、読んだ感じでは、こう発売する前にいろんなサイトとかで見た感じでは格闘要素もありつつアクション系ですね。まあそんな感じですね。ファイナルファイトですかね、ファイナルファイト系で。はい、ということでこれはあくまでも何ですか、プレイ動画ではないので動作確認なので、ここで終わりにしたいと思います。はい、なかなか投げがあったりするかな、掴んで投げとか、うん、はい、ということで無事こちらは動作が確認できました。はい、ということで続きましてはですね、レトロフリークの方で、レトロフリークやっぱりデータがね入ってないと動かないんじゃないかと思うから行ってみましょう。ドン、まあ認識はねされないと思いますけどね、読み込みはするけど、はい、大丈夫でしょう。このままいっちゃいます。遊べればね問題ですね。さて、さて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 、動かないかなこれは。さてさてさてデータをずっと処理してますね。さあ長い時間がかかっております。さてさて、お、動いた動いたレトロフリーク動いた。まあに、あの、データはね入ってないからマッドストーカーは出ないけど、一応これメガドラ互換機ですから、互換機、
とカセットに互換機があるあの MD 互換機って書いてあるパッケージに、ね、大体そうや、ね、今日あのコルカスサークルさんのこの MD 用対応ソフトは大体 MD ですメガドライブは MD このメトロフィリックも MD 対応さあここまでさっき言ったんですよね同じく、はい、この先は、ね、皆さん買ってもしくは、まあ、この先僕がプレイ動画つなげればいつかではねまあ過去にロッパーとかでやってる人が上げてるのがありますよね、はい、あとちょっと説明書読んで楽しくこの先は自分でやりたいと思います。はい、ということで、早速ですが今日の動画はここで終了。マックストーカー、26年ぶりにを、発売されたメガドライブ対応ソフトマックストーカーの起動確認動画でございました。はい、ということで楽しみたいと思います。以上アンザでした。